皆さんこんにちは。デイブ大久保チャンネルです。はい、デイブ大久保チャンネルですあのね、はい、最近はね、はい、キャンプ行くじゃない。やっぱみんなデイブ大久保チャンネル知ってるって聞くと、はいって言われるのがすごく嬉しくて、はい、でお店もいるとさ、はい、デイブ大久保チャンネル見てますよなんて言われるのがね、やっぱこの1年間球場にいて、はい、そういう声もやっぱりなかなか人と会えなかったから、すごい嬉しいですね。最近そういう機会が多い、はい、言われる機会が多くて、そうなんだ。だから何の番組出てたねって言われるより、デイブ大久保チャンネル見てますよ、YouTube 見てますよっていう人がやっぱ多い。もうありがたいしかないね。はい、そう、頑張ります頑張りましょう頑張ります、はい、今日は何でしょう。今日はクイズです。はい、486安打、17本盗塁、本盗塁ね。間違えました。間違えました。使います。はい、ごめんなさい。本盗塁ね。間違えました。分かった。だから17回本類に盗塁したんだ。本当っていうから二盗三盗本当。間違えました。本盗塁。すいません。ごめんなさい。はい。はい。17本塁打。はい。ごめんなさい。17本塁打、96盗塁。あ、これが一緒になっちゃったのか。一緒になっちゃいました。こっちも間違えちゃいました。ごめんなさい。ね、の選手は。これね、はい、ちょっとポッと浮かんじゃった。はい。尾形浩一。あ、間違えた。間違えました。一本。これは、はい、ちょっとこう今日やる。人の今日の花ちゃんと YouTube で語るのが、はい、LINE 来たのが思いさっき思い出しました。なんで尾形しかいないですもしこれだけ見せられたら、はい、さっぱり分かんない。まあ足速いんだろうな。96盗塁っていうのも取らんとき、これもさ盗塁って基本足が速い人しかできない、こんな数は。さあ問題です。私、はい、デイブ大久保は、はい、一軍で、はい、何盗塁してるでしょうか。何個盗塁してるでしょうか。どうぞ。デブさんでも自分で足が遅かったっていうふうに言った。一本だけ速いんだよ。一本だけ速いって言われて、スタミナがないから。何盗塁したでしょう。この尾形さんっていうのはもう盗塁王も取ってる人なんで。はい。65。そんな俺が速い人だと思ってる？じゃあいくよ、はい、じゃあ3択にします、はい、0個、はい、1個、10個。さあどうぞ。0個、1個、10個。どうぞ。1個なんです。そうなんですか。1個しかしてないんだけど、96盗塁なんてもう限られた人しかできない。1個の盗塁もヤクルトスワローズって知ってるでしょ、はい、神宮球場で、うん、ピッチャーが今去年まで楽天イーグルスで監督やってた石井和久ってない、うん、左ピッチャー、キャッチャーが古田さんという、うん、盗塁をこう盗塁走るのを指す、うん、アウトにするのではもう9回、12球団でももう伊藤さんか古田さんか谷繁かみたいな、もう決められるその上位の人がいる、うん、の人で、俺がまあなんとまあファーストに塁に出ました、うん、でも点差も離れてた、うちら勝ってたんだね、あ負けてたの忘れちゃったな、まあ、まあまあ点差も開いてたんで、はい、石井和久がピッチャー普通ランナーちょっと見るわけ、うん、警戒するわけ、はい、全く俺を見ない、無警戒もう本当、まあ、完全無警戒、でファーストのその広沢さんって人が、はい、茨城の先輩が、デブってなめられてっぺん、うん、見てないよ、うん、和志さんを、うん、お前のこと、走っちゃえよって敵だよ、うん、どうですか中畑さんって人がファーストコーチ、師匠走っちゃっていいですか、行っちゃえ行っちゃえ、うん、広沢さんじゃあもう牽制来たら落としてくださいよ、うん、俺走っちゃうから、うん、落としてくれれば戻るよと、上がった上がった、そんなの嘘かも分かんないぞ、はい、基本全部嘘だと思ってなきゃダメ、うん、球場の中で選手が敵で話すなんか騙し合ってんだから、そうです、
だけどまあまあ本当に見やしないし、うん、走ったの通り、はい、そしたらもう古田さんも投げれないぐらいもう俺のスタートがいいわけだった、はい、もう動くか動かないかと走り出しちゃってんだ、はい、で次の打席デッドボール、はい、で骨折多分怒ったんだねあれヤクルトも俺に走られて、まあ、それは冗談としても、はい、まあ、そのぐらい盗塁ってやっぱり難しくてできないのね。それをこの尾形って選手は96盗塁したんだ、はい、あのね、でこれしかもね、はい、チャチャはね、チャチャって呼んでんだけど、はい、86年に、まあ、ジャイアンツに指名されたから、まあ、87年のシーズンからだけど88年2軍のイースタンの盗塁を取ったんだけど、うん、2軍で1試合6盗塁ってして6個走ってる。塁出なきゃ盗塁できないんだから、はい、すごい6盗塁ってのはすごいな。うーん、でやっぱり盗塁を取ってますよ尾形選手は、はい、この間現役の時に一緒にやっててすごいこうやんちゃな子だと思ってたの、敵から見てて、で行ったらめちゃくちゃ九州男児で、九州男児ってあんまり多くを語らず、はい、でも人思いで、はい、義理と人情にこう優れたみたいな人たちなんだ、寡黙な人が多いんだけど、はい、そこまで寡黙じゃないけど、うん、本当にチームをもんばってこうチームのためならもう自分は絶対に初球は打ちませんみたいな、打ちたいのよ本当は、うん、打った方がいいんだから、はい、この間ヤクルトのさ川端さんっていう人と YouTube でインタビューさせてもらって、はい、川端慎吾選手ってもう神様なの、うん、大体で3割以上打つなんて考えられないんだから、うん、その選手に聞いてもやっぱとにかく打つことです、初球から振るってことが大事って言ってたのね、はい、だからそのこれぐらい打席でヒットをこう重ねるには初球から最初から手を出していくって大事だっていう中で、うん、チームのために必ずこう見送っていくって、うん、相手も知ってるの、尾形初球から打たないぞって、うん、簡単に初球渡すかもしれない、はい、ただ今そういう数字を出してみると半分ぐらいボールになるケースがあるんだけど、うん、打ってこないと思ってもやっぱボールってそんなストライクって簡単に投げれないんだけど、うん、それにしてもこうチームのために自分のこうだって4打席あったら4球あげんだよ相手に、うん、どうぞって俺はどれなんかできない断るね、うん、いや無理そんなもん1球目送って次が無理ですよ俺、うん、球団が半分責任取ってくださいよみたいな、はい、いうぐらい重大な1球を毎打席渡すっていうさ、でしかもそのバントもする、はい、その追い込まれてから塁に出るようなもんよ、うん、1球ファウルならもう2ストライクだ、うん、でその中で塁出なきゃ盗塁できないっていうさ時にその906盗塁もしてるっていうね、はい、俺はこの選手はね俺すごいと思うね、しかも盗塁を取ってんだからさ、うん、でもやっぱりコーチとしても必要とされてて、はい、日本ハム球団にももう一軍で必要とされてずっといて、でヤクルト球団にも、はい、でも二軍を見るっていう、うん、今はもうかなり接者やられてるんだけどさ、この尾形選手ともね、だからさっき、まあ、前の違う回で言ったけど、その ご飯もよく言ったの、ちゃちゃって言われてんの、はい、なんでちゃちゃって言われたかはその本編っていうか尾形選手からが喋ってくれてるから聞いてもらえばいいんだけど、はい、そのチャチャとね俺をチビチビって呼んでたんだけど、だって向こうもデブっていうしこの間呼び合ってますね、そうそう棒がなくなる時あるからだからまあその選手はね、はい、巨人軍というところでさ培ったものをいろんなチームにこうコーチングしたりもできたし、うん、解説者としてももう立派に聞いてて、あ誰だこのいい解説すんななんて、うん、たまに2軍の試合とか見てて、はい、とかだったら1軍もそうだけど、はい、ああちゃちゃかみたいなチビがやってんだみたいなことができるね、うん、だけどそのまあ自分の努力でレギュラーも取って、うん、それ鍛えられたみたいだし、うん、でやっぱり長嶋監督も、はい、うん、やっぱり盗塁だとか、うん、スピード感も出すスピード&チャージっていう名前をつけたのね、テーマとして、俺だから俺レギュラーじゃないなと思ったもん、その最初言われた時はスピード&チャージあるわけねえだろうと思って俺、うん、そしたらミーティングで初日にキャンプの時にブーちゃんいいかスピード&チャージってお前のできるスピードでいいぞ、うん、ベスト尽くせばいいんだって言ってくれて、あよかったと思ったけど、まあ、そこの核弾頭となる選手だったんで、うん、それでも、最後は劇的なホームラン打ってね、うん、日本シリーズを優勝に導くということもやってくれる選手なんで、はい、ぜひ楽しみにこの後の尾形選手の、はい、回をね見てもらえればと思います、はい、以上です、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。